聖書の登場人物の一覧は、聖書に登場する人物の一覧である。羊飼いたちの訪問、フランチェスコ・バッサのザ・ヤンガー4福音書士と、原稿6パウロ書簡、行動書簡旧約聖書新約聖書、旧約聖書新約聖書イスラエル人とは、ヤコブの十二人の息子たちの子孫のことであるが、十二部族と呼ぶ場合には、祭子の部族である、レビ族を含まない。あとに、 ユダヤ人と呼ばれるようになるのは、ユダ、ベニヤミンの二部族に、レビ族を加えた者たちのことである。並びは、出生順。並びは、歴代順。並びは、歴代順。イスラエル王国、ユダ王国も参照。王国分裂以前の王イスラエル王国、ユダ王国上騎士とのリストは、マタイ十、二から四、マルコ三時十六分マイナス十九。 ルカ6時14分マイナス -16、使徒1時13分による。12人に加えて、70人あるいは72人の使徒が数えられることがある。70人あるいは72人の弟子をイエスが派遣したという記述に基づくが、人名は伝承による。以下はそのうち代表的な人物。使徒パウロは、生前のキリストに会ったことがないが、栄光のキリストに会い、 直接派遣されたとして、使徒と呼ばれる。パウロは上記12人及び70人には含まれない。ありがとうございます。